7万人を突破しました。佐賀市の佐賀県立美術館で開かれている池田学部展の来場者数が7万人に達しました。これにより過去最多だった2014年のポーラ美術館コレクション展の63,512人を更新しました。 池田学部展は地方展覧会として異例の賑わいを見せており、平日におよそ2000人、土日には3000人から4000人が訪れています。会場には池田さんがアメリカの美術館で滞在制作した新作、誕生をはじめ、海外で高い評価を受けた作品など、およそ120点を展示しています。池田学部展は20日までです。 観覧料は1200円。高校生以下は無料です。開館時間は午前9時半から午後6時までで、18日から20日の3日間は午後7時までです。